どうも、わきです。ペナント実況やっていきましょう。さあ、ということでペナントレース年間全勝を目指すこちらのペナント実況、今回から8年目のシーズンやっていきたいと思います。この1年間ぐらいでいろんな変革を行いまして、これいけるんじゃないかとついに思っています。毎年言ってますが、今年はガチでございます。ということで、まあ改めてちょっとベストオーダーのね、ご確認からいきますとですね、はい、今年こんな感じになっておりますと、まずピッチャーに関しては、今年はセットアッパーを、山本由伸、そして金谷と、この2枚体制でいこうっていうのが、まあ今年の一番の変更点かもしれませんね。で、気がつくと佐々木朗希がダルビッシュを星の数で上回っていると。はい。で、山本由伸とダルビッシュがそろそろ能力が落ち始める時期を迎えるので、今年やっておきたいっていうところありますね。で、なんか中継ぎ、今年は全員に設定をしてみた。はい。で、野手。対右オーダーはこんな感じですと。はい。もう基本的にイチロー、ローズ、岡田っていう MVP トリオの1、2、3番。で、4番に鈴木誠也。はい。で、5番、牧。で、稲葉、石井拓郎、森友哉と続くと。DH ありだと赤星さんをちょっと使おうかなと思ってますと。9番でね。1番につなぐ9番。で、左の時、左ピッチャー相手の時は、まあ、ここ変わらず、イデホ4番。で、万波が、はい、入ってきますと。鈴木誠也の代わりに万波が左の時は入ってくると。ただ、まあ、この辺はもう調子を見極めてはございます。はい。調子見極めて使う選手は使っていきたいと思います。決めていきたいと思います。で、近本。近本が今もう能力落ち始めてるんで、前半戦までかなと思ってます。前半戦終わったら後半戦は新庄さんがそこに入ってくるかなというところです。で、そよぎ。で、キャッチャーを回していくというところで、阿部。で、抑え捕手に佐藤さんがいるという感じですね。で、DH ありだと、ここに村上が入ってくると。はい。で、田口さんとかね、守備固めも充実してますし、これはいけそうな気がする。結構いいオーダーが組めたと自信を持っています。ということでやっていきましょう。で、これ調子見極めていろんな選手を使っていくと。ただもうこの上位陣はね、はい、基本的にもうほぼ固定。まあ、絶不調だったら考えるけど、不調とかで変えることはないですね。で、これは相手は対右ですね。右ピッチャーオーダーということで、まあ変えるところないですね。で、今年一番の変更点は、これ全員年俸15億円です。で、チーム愛が爆上がりしてます。これで調子とかも上がりやすくなるみたいなんで、なんか成績も、まあ調子上がったらそれは成績も上がるけど、それ以外の部分で成績も出やすいんじゃねえか。ということで、行きましょう。去年開幕戦負けたから、怖い。よし。15億円オーダー。これはマジで今年はあるんじゃないかと思ってますよ。はい。石井拓郎さんも変えて、そよぎ。まあまあいいけどね。そよぎも石井拓郎さんも守備はそんな変わんないけど。まあなんか本当は岩津さんがね、いたらショートの守備固めっていうところでまだね、来るんですけどね。はい。新庄は7回ぐらいから守備固めに入ってるのか。まあ早めに守備を固めてという悪くない選択かな。新庄、もうバッティングもいいしね。はい。はいはいはい。OK でしょう。さあ、ということで、今年、こう、絶不調。これをどうするかなんだよな。絶不調ですよっていう時にね。ただ、他のメンツも、大体調子悪くて、まあ、イデホ。で、マキがサードとか、いや、これは変えずに行くわ。これは変えずに行くわ。岡田さん以外だったら変えるけどね。でもやっぱ絶不調の時は打たないのかなっていうのだけちょっと確認しておきたいんだけど、打ってるやん、ほら。絶不調でも打つんよ、このレベルの選手は。そういうことなんよ。はい。守備固めがいるといいのはですね、疲労がね、溜まりにくいっすわね。そうやって回していく。ということで、ローズ、岡田は基本的にはもう変えたくない。ただ、こうやって新庄が調子いいぞと。
なったら出したくなるけど、まあ、対右の時はミートも低いんでね、ちょっとないかな。おお、やっぱ調子いいわ。例年に比べて調子の良さが現れてる。うわ、危なっ。え、ほら、延長もこれ15回までの設定にしたと。これ延長12回まであった引き分けでもう目標達成ならずでしたからね。で、村上のホームラン、さよならホームラン、どういう感じに回したの。牧にダイソー近本出して、そのまま村上がファーストに入ったんだ。あ、こういうパターンもあるんだね。はい。で、ダイソーは2枚いるから赤星さんもう1枚出してくれたっていいんだ。どんどんダイソーは使ってほしい。シータクローさんに代打万波とかっていうのもあるしと。で、ピッチャーの運用的にはどういう感じになるんだろう。もう平行くんだな。平2回行って、金谷行って、山本由伸行ってということで、延長行ったら逆にそういうパターンもあるんだな。抑え投手からのセットアッパー、セットアッパー。さあ、とりあえずナイス。とりあえずナイス。開幕カード3連勝ということで、さあ大谷翔平ピンチも上がって、いや大谷翔平それこそ援護丸とか全然ついてないやん、これやばいやん。援護アップとか絶対つけないといけないから、ちょっと千賀を他のに変えようかな一瞬。大谷翔平はなんかまだまだ育ちそうなんだよな。さあ、とりあえず開幕カードナイスと。これはさすがにやわ。絶不調絶不調で、新庄さんがめっちゃ調子いいじゃないですか。これは使ってあげる。セカンドってもうマジローズしかいないからな、うち。ここだけはもうしゃあないって感じがするな。こうだな。ただ先発上原さんが絶好調ということで、はい。イチローがまさかのベンチスタート。でもローズの代わりはいないと。よし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 。イチローってそうなると最後守備固めで出てくるんですね。これ試合の後どうやって選手が使われてるのか見るの結構楽しいんだよな。山本由伸、金谷、平良と。はい、 OK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 。 で、このなんか絶不調がなるべく早く抜けれるようになるらしいんですよね、チーム愛が高いと。なんかそんなことを調べた。で、これキャッチャーもやっぱりね、調子いい人を出していこう。で、近本一番にすればいいと。うん、これだな。こういう組み方。これはいけるっしょ。え？は？もうマジか。なんで？なんで伊藤大海に2イニングも投げさせた最後。大勢がワンポイントでいってるね。なんで金谷投げさせてないんだよこの試合、こんな接戦なのに。しかも伊藤大海はビハインドでもっていう設定にしてたぞ。こんな接戦の時に投げるっていう設定にしてないぞ。かどうしてだよ。あー、もう2回目負けたわ。ちょ待ってくれ、ちょっと待ってくれ。いろ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 待ってくれよ。
ちょっぎーぎーですよこれ。マジ言うてんの。いやまさかだな。今年は結構自信があったんだけどな。まさかのまさかですね。まあ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 、今チームが育ってきている段階ですから、もっと長い将来見てコーチも育ってきてるし。でも自分を慰めるしかないんだが、正直自分を慰めるしかないんだが、一体どうしたもんかいの。おい、ちょっと待って、お兄さん、全然勝てないじゃないですので、35日も怪我してるじゃないですの。まいったね、こりゃ。サブロー入れるわ。サブロー対左の代打に。カネヤン、このカードから戻そうかな。いや今年マジ一番いいと思ってたんだけどな。ちょっと怪我もなんか異常に多いな今年。大勢あの試合しか投げてないのかな。ちなみに先発やっぱ伊藤さん、そんな打たれるんよな。まあまあやっぱで、上原はなんか抑えるんだよ。ここ打たれるんだよな、それなりに。いやー難しいぞこの実況、本当に難しいぞ。さあ一応さん、これもう一回粘り打ちは取っとこうか。粘り打ち取りたいんだけど、誰かしらのちょっと変わってもらわないといけないねこれ。田口さん存在感いっとこう。いやーチャンスせっかく上げてたのが落ちたしな。まあ一番だからもうチャンスを上げない、何かしらを他上げよう。さあ君島、君島マジでさ期待してるよ。高弾道にしました。はい、河合さんもそれ B にしたら特能だな。河合さんも普通に強そうな気がする。森友哉の毛が痛いね。これずーっと阿部監督が。出てるんですが、大丈夫かな。いや、やっぱ強いの出てこないな。シュンペーター。ギアチェン、
シュンペーター、本当そのうちローテーション入ってきそうですね。各体験もなんか入ってきそうな気がするんだよな。対ピンチと打たれ強さ AA になったらかなり強そう。藤波は来ないか、そろそろ初登板来ないか。藤波の本田、赤星さんじゃなくて本田がこれベンチ入りあるぞ近い将来。やっぱ内野手うち少ないんで基本内野手いるとめちゃくちゃありがたいんだよな。これ積極走塁とかにしたいんだけどな、積極盗塁とかそういうのも選べないしな。なんか本田ちょっとあるな。久保監督もそろそろ さあ近本、いやーいい活躍してるよ。まだまだ全然いける、逆境もつけて。うん、勝ち出したね。あー、10対9。まあ、投稿、打工到底なんで、まあまあ、そういうことももちろんあるんだろうけど。で、ここで森友哉が帰ってこれると。サブロー使われたか、この期間。おー、8回代打で使われて、4割2分9厘。僕の期待が、はい、いける気がしてきた。対右オーダーでしょこれは。じゃあ対左オーダーかこれ。ほらみんな調子いいやん。そしてこれ対左オーダーだな。いや、じゃあ対右オーダーか。ん？これ対右オーダーやわ。対右オーダーだから森友哉出さないとダメだわ。対右の時は聖夜使うんだが、こうなんだが、いやだいぶなんか変わってるな。マキなんかコンピューター本当意味のわかんないあれをやめてくれんかな。対右、もう、オッケー、で、ソーダに近づくでしょ。だって今、一軍があれだから。そんなんいじる必要がないのよ。野手登録はベストオーダーに勝手に近づくということで、大丈夫のはず。阿部監督を打ってるね。おし、佐藤さん気持ちいい。これ保守適性も A にしちゃって、めっちゃ気持ちいいでしょ、そしたら。で、三振消して。佐藤さんをね、正保守にっていう僕の中でね、未来絵図があるんだよ。正直、それができた時が最強かなってちょっと思ってるんだよな。やっぱ保守リード B。君島あるぞ、時代来るぞ君島で。近本これで逆境も取って、結局このシーズンは近本かな、新庄さんじゃなくて。新庄さん来年からちょっとスターメンでって感じかな。でももう取れるもんがほんとなくなってくるんでね。新庄さんこのチャンスが A になったら間違いない。まあ打ってますけどね、まあそこそこいいっすよ。
選手登録これでちゃんといけてるか。うん、これ左の時のあれでしょ、 DH でしょ、 OK。 んで左の時のあれね、 OKOKOK ちゃんとできてます、 OK です。でも結構勝ち出したぞ。まあまあここ近年では間違いなく一番いい成績を上げてくれないと困るわけですよ。藤波あんのか、藤波来るか、ついに。でローズが怪我しにくさ A になると、はい。でイデホがチャンス A になると、で河合さん補給 B にしてもらうと、でイチローがもう粘り打ちを取りそうだと。サブローがこれ代打丸もつけて、サブローマジで強いやろこれ。走塁アップがねコーチ2人が得意としてるんで使わないのもったいないんだよな実は。でもサブローはなんか違うな、もっとバッティング上げたいなこうなってくると。威圧感も持ってるでしょ。決勝台いっとこうか、一人走塁アップ。いやなんかどんどん育ってきている、こんな選手も使ってみたい、あんな選手も使ってみたいっていう選手たちがめっちゃ育ってきてるから、チーム愛もこれからもう下げないように努力をするし、これから上向き一方やで。ダルビッシュとかももう一回入ってきてコーチが強くなってて、もっと強くなるしね。はあ、で大勢ワンポイントで使うのはもったいないぐらいになってきたな。もうこの選手も普通に強いぞと。佐藤を1軍に入れようかな、ワンポイントで。で伊藤博美をのけよう。で大勢をもっといい使い方してもらうように、伊藤博美枠、今の伊藤博美のちょっと登板回数とかも見てたけど、負けてる時ほどいいピッチャーこの実況では出せないとしゃあないからな。今思うと負けてる時に一番弱いピッチャーってちょっと違うんだわ。いやまあじゃあチャンスメーカー行こうか。タッツもだいぶ育ったね。タッツはどうしても守備職取っときたいんだよな。これベンチにいると非常に便利と。はい、よし河合さんナイス。で河合さんこっからさ阿部ひとっとこう。河合さんもあるなベンチにさ。イチローどうするよ、威圧感でしょ。しかもこの威圧感だけ取れてたら結構変わったんだけどな。赤星さんももう落ち始めるよね。まだ今年いっぱいはいけると。おーいいね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 。意外と盗塁が B、 え、これ一回盗塁落ちただろ絶対、いつかの年に。落ちてないのか、参ったな。そりゃいかんじゃん盗塁 B なんて。でももう上がんないわ、あと1年で盗塁がこれ上がるとは思えないんだな。あ、で、そうだ、ストップ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 、ちょっと、スキップ、中断、中断、中断。さっき言ってたのをやってなかった。もう、いけたんじゃないかな。左アップしたんじゃないかな。こいつ1軍に入れよう。よし。こいつ1軍に入れよう。
で大勢をもっといい場面で使うような設定にしちゃおう。君島マジで強いぞ。対ストレート持ってないよね。対変化球取っとこう。ということで、ベストオーダーじゃない、こっちから投手登録。うわー、松井裕樹めちゃくちゃ打たれてるわ。となると、松井裕樹が25投が一番多いから、ここに一番強くなった大勢、松井裕樹が今、リード陣になってるんで、これこうするでしょ。で、丸ちゃん9投番。これ、ビハインドでもや、お主。あれ伊藤博美あの試合以外まあまあいいわ。でも2回負けてるから、これを伊藤博美をさっきの誰だこれ、今ちょっと調子悪いけど、でワンポイント左でね、左がいいと 0.93 1.58 1.44 0.62。 なんか上原抑えるんだよな。まあでも悪くはないか。みんな去年とか一昨年に比べるとはるかに強くなってる。もう負けまくってたもんな、ここ最近は。正直もう新外国人は見るまでもないな、正直ね。見るまでもないわ。あ、松井裕樹これでなんかがついて、だいぶよく、大ピンチが A になったんか。威圧感も行こう。これ最近取った松山ですね。森友哉が448。まあでももうそろそろ阿部監督と入れ替わってくる頃なんだよな。ああ。佐藤さんでしょ。おお、なんかキャッチャー陣が育ってきてるな、マジで。普通に。キャッチャー陣がいい感じで育ってきておるね。足だったら中弾道でいいんだよな。中島さん、なんかそれ気持ち悪いから D にしていいか。見た目が気持ち悪い。あ、カズマが、あ、カズマもう今年自由契約だ。まあ、カズマも何試合かはうちで出てくれましたね。はい、うちの選手だけどね。もともとうちの選手だけどね。あ、いいね、負けないね。わあ、まあ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 。10敗以下で終わりたいな、頑張って。この8月、9月、あと1敗ずつぐらいで。行きたさはある。ちょっと、ここ近年はもうマジで無理やんっていう感じだったからな、じゃないと。佐藤さん、今年中にオールA行きそうっすね。ミート上がるんかな。ミート右を D まで持っていきたいな、頑張って。おお、上がった上がった。中島さん上がった。
田島さんもこの辺上げてもいいけどな。バントはあんましない設定にしてるんだよね、うちは。守備上げよっか、マジ。あ、まあまあ、ホーム死守。それは取っといてもらって。いや、その前に、この辺上げとこっか。これやな。これや、これ。肩はなんならマックスまで行ってもいいし、中島さんってオールスターとかでスピードガンでイチローと並ぶような数値を出してた人だからな。で、和田坊グラウンダーはやばいんじゃ、さすがに。もうでも帰らんないか、帰らんないな。めちゃくちゃ時間かかるんで、それは違う、もう置いとく。よしよし、井端も順調に育ってます。どうだ、中継ぎ陣の入れ替えもしてからどうだ。あー、わかんねえな。じゃあ負けた試合だけ超詳細に見たいんですよね。何が原因で負けてるのかっていうのが見れないんですよ、この試合の。詳細を確認みたいな、この試合どうだったんですかっていう。それは例えばメモリアルとかでさ、見れりゃいいんだけどな。その機能を追加してほしいな。村上ほんとだいぶ強いぞこれ。村上打たれ強さ上げて、打たれ強さと左だけ上げたらいいもんな。あとちょっと桑田さん一回やめてもろて、村上打たれ強さよしと、あと左だけ上げる。でもう最強でしょ、援護ついたでしょ、完璧でしょ先発ピッチャーとして。シュンペーターも最強でしょ。なんか先発ピッチャー陣がだいぶ育ってきてるぞ。シュンペーターここにしようか。今永はもう基本ロングリリーフ用の中継ぎとして僕は育てたい。はい、え、岡田監督もなんかチャンス落ち、なんかチャンスよく落ちてんな。チャンスよく落ちてんな。岡田監督これチャンス A だったよね。 B になってんな。なんかあれ A だったような気がするんだけど、蛇行すぎて。あれか、あまりにいい場面で回ってくるから、ちょっとチャンスで打てなかったらゴミだみたいな扱いにされちゃってんのかこれ。もしかして、もしかしてだけど、もしかしてだけど、拓郎さん強いよなそりゃ。河合さん強ない？河合さん強いな。河合さん僕なんなら一回自由契約にしようかって悩んでた時期があるのに、やたら強くなったな河合さん。あ、 S は無理か。それの S 行ったらかっこいいなと思ったんですけどね。さあ、カメちゃんをどう使ったらいいんだっていうのは結構悩んでいてですね、私も。10敗しちゃったか。これ、
蛇行の設定の方が強い、どうなんかな、何が一番いいのか未だに分かんないんだよな。蛇行が強そうなような気がしてるんですけどね。君島マジ強ない。高弾道でまあいいでしょうと。でバントは上げなくていいし、ただ走塁 F っていうのはちょっと気になっちゃう部分はあってだな。せっかく足も速いのに走塁 F はもったいない気がするし、めっちゃ伸びるんでこれやろうか。超万世だからなこれで。君島絶対将来レギュラー取るわ。え、なんか、あ、怪我をずっと見てなかった。まあ、山本ってことはでも後ろはいくらでも回せたでしょ、その期間。怪我の存在アディオスしてましたね。まあこの 1,2 年の中では一番強くなったよ、やっぱチーム愛、はい、高いからね、この通り。これのおかげでしょ、チーム愛が高まった。でも落ちることもあるよな、試合で使わなければ。でもそんなんしゃあないじゃん、使える人数決まってるから。まあ、千賀もまた500ピッチャーになってきたと。マエケンもおると。マエケンも取るもんがないんだけど。取るもんがないことはないんだろうけど、松本衰退した。あ、松本 ほらもう落ちるとき、ピッチャーの落ち具合えぐいんだよ。落ちるときはもう秒なんですよ。松本もこれでアディオスだな。まあまあでも若干投げてくれましたしね、うちでも去年とかは投げてくれましたと、はい、いうところでね。マイケンに指示できる練習がないから誰かの何かを変えたい。俊平太、栗林一旦ちょっと違うの変えようか。でも栗林ももうアディオスだなこれ。普通にうちじゃちょっと使われないわな。あ、栗林ももう能力を落ち始めてんだ。栗林も今年でアディオス。マイケンクイック、この選手はやばい気がする。普通に結構自由契約が今年は多そうっすね、オフの。この能力落ちんのうざいな、チャンス B になったりみたいなやつ。村上どれくらい打った？まあ一軍に入れてた価値がないわけではないぐらいの感じ。強い劇がもうそのまま行こうか。まあ石井拓郎さんがショートに入ると。まあということでレギュラーシーズン終わりまして、はい、まあ、成績を確認しましょうか。おお、佐々木朗希完璧、蛇行到底でこの成績は100点、1回も負けなくて防御率1点台。はい、ダルビッシュもまあいいけどな、1点台ってだけで素晴らしいけどな。あ、大谷翔平も完璧、これで自援護してるわけですから彼はね。はい、そんなに野手能力は高くないけどね。あ、やっぱ上原を抑えるんだ。やっぱあれか、コントロールいいピッチャーか。じゃあやっぱこれ藤浪入れたらやべえんじゃねえか。
あ杉内も、まあ、今年はまあまあ伊藤智さんもあまあまあだけど投球イニング食えないっていうのもあるしな伊藤智さんって誰か他先発が育ってきたら正直変えたいまであるないや来年あダルビッシュめっちゃ能力落ちてるわもう549まで落ちちゃった気がついたらはい今年入れ替えでーす山本由伸はまだ落ちてないね661だからでほら 0.27 とかいうとんでもない防御率を残すわけですよ彼はそしたらなんかカネヤンが種目見えちゃうんだよな 1.69 のやっぱだからなんか去年のやり方は合ってるような気はするんだけどやっぱ登板させすぎると死ぬんだよなこの2人ばっかり投げさせたいっていうのは間違えてはない気がするんだけどなでワンポイントねで大勢はおおやっぱ大勢いいね松井裕樹がちょっと打たれすぎだな今年大勢がもうちょい育ったらセットアッパー大勢も入れていいけどいやでもまあ来年もこれかセットアッパー1枚だったらな去年あんまいい成績残せなかったもんなこれ以外ないんだよで、イチローさん、3割5分1厘。はい。もう三振とかつくな。47盗塁、12本、83打点。1番バッターでね。ローズは毎年4割打ってますよ、もう。ホームランも多いし。ホームラン60本みたいなのがなかなか出ないんすよね。おぉ。せいや。おぉ、せいやもやっぱいいね。マキ。マキもいいでしょ稲葉なんかちょっと渋いんだよな稲葉まあでも守備もまあまあうまいんでねはいで拓郎さん森友哉がそろそろって感じがするよなともやも自由契約にしよう来年安倍さんで行こうもう来年安倍さんで行こうイデホはなんか打たなくねイデホもっと打っていいと思うんだけどこの能力やでそよきおおナイスナイス村上もなんかな、村上いでほがなんかなって感じですね。近本ももう今年、まあ来年ダイソーに置いといてもいいけど、まだギリ。まあ今年でもう首を切ってあげるっていうのも正直気持ちいいかもしれない。田口もいいね。赤星もいてと。いやーまあ近本もう1年残すかもう1年いやーでももうダイソーで使うんだったらもう来年から新庄さん使うから近本今年自由契約決めたはいちょっとまあもうポストシーズン実質この実況には関係ないみたいなとこあるんで、ダルビッシュはもう一回ダルビッシュが入ってくるんでそこダルビッシュですけどねとりあえずダルビッシュ一旦お疲れでもそこは結局ダルビッシュでもう一回ダルビッシュを育てて強くするとで今自由契約にするといろいろ面倒なことが起きるんでやっちゃダメとでもう近本を自由契約にしましょうと使わないんだったら置いといてもしゃあないから代わりにやっぱサブローを入れたいよねはいで森友哉もでもまあ森友哉は自由契約ではないか2軍には置いとこうどう考えてもそうだな森友哉は自由契約はやめよう2軍には置いとかないと阿部監督が怪我した時じゃあまあ佐藤さんもいるけど打つキャッチャーがいなくなるから来年そこまでは落ちないでしょでもう一枠だから誰か入れるキャッチャーは僕も来年は2人体制でいいかなと思ってますねもう一人入れて意味がある人入れてあげたい
となるとやっぱりどう考えても内野手が少なくて内野手を入れるべきだ。でダイソーが今赤星さんしかいなくなったんで複数ポジション守れてダイソーができてセカンド本田やん本田やんこうやんできたやん。来年のオーダー入れ替わるのは基本正捕手は阿部監督でも絶対怪我するからな。ずっと出してたらまあまあ怪我したらもうほんと森友哉と変えたらいいんだと。はい、そういうことでいきましょうか。これ来年のオーダーっすわ。これでやっぱここには赤星が入ってくると。これ対右の時はこんなオーダーですね。ああ、気持ちいい、いいオーダーだ。強いっすよ、強い、素晴らしいオーダーっすよこれ。はい、佐藤さん守備ね。で内野手もこれで二遊間いるでしょ、一塁サードがいるでしょ、二遊間いるでしょ、セカンドショートファースト、まあ一応村上はサードということでキャッチャーもいて外野はバッティング系とあれ系と、はい、でダイソーもいてと。ローズが絶不調の時なんかはこれで来年ホンダのダイソーもありますよと。素晴らしいじゃないですか。はい、で左の時のオーダーをじゃあどうするんだと。ベストオーダー2ね。万波が、まあでも万波もいいけど、やっぱ聖夜の方がやっぱり結局打ってるんだよな。来年は聖夜でいこう。左の時も聖夜を出し続ける。いや、でも、サブローもいるんだよと。こうしようか。サブローレフトだ。だから稲葉とサブロー交代。サブロー打つっしょ。左だけだったら怪我しないでしょ、そんなには。怪我しにくさ F ですけど、まあそれこそ万波が入ればいいですしね、そこには。でまあ井出穂頑張っ、いや普通は打つぞ井出穂、もっとこんな使わない理由がないもんな。ここでどう考えても4番だしね。でそよぎね、稲葉は代打と。あーでも新庄監督も使いたいけどな。聖夜はまあもう年だし、聖夜が年取ってきたら新庄っていう世代交代にしていくか。世代交代の流れとしては、はい、あのベンチにいても守備固めでね、ほら年間132打席も与えられるわけですよ。だから使い方としてもったいないことはないでして、世代交代のことも考えていこう。ちょっと聖夜がもうラストここで畳みかけるぐらい出てもらう。でじゃあここのあれは誰でいくかっていうと、これぐらい佐藤さん守らせてみようか。ここぐらい。これ誰でいくかっていうと、指名打者。これはさすがに万波を使うべきだ、どっかで。あ、村上がおるな、ほらけど。まあ、ここぐらいちょっと聖夜じゃなくて、じゃあ万波使うか。はい。で、これ村上使ってと。そしたらまあまあみんなそれなりに、はい、ちゃんと試合にも出場してというような感じではあると思うよ。これでみんながちゃんとどっかではスタメンに大体絡んでくるような形ではあると思います。よし、来年はこれでいきます。てかもう決めたいね、マジで。ちなみにダルビッシュって入れようとしたら536で入ってくるんで、もう入れ替えしていいですね、それは。
ダルビッシュが入れ替え、あと入れ替えっていう人はいないかな。もう近本は自由契約なので、はい、もう入れ替えっていうのはいないな。てかさっきめっちゃ星落ちてた人は、松本はちょっとトレードに出してもいいな今年。ドラフト選手も見ときましょうか一応。まあワンチャン、いやないな。あ、大塚転生か。バケモンみたいなのがなかなか出てこないな。お、来た、これ間違いない。はい、ドラフト1位です。松尾くん間違いなくドラフト1位です。君は絶対競合するわな。めっちゃこれ超強いじゃん、超強いじゃん。絶対万能だし、これどうしてもそれは欲しいね。 OK ということで、はい、そんな感じでございました。来年こそいきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。今年は10回負けたということで、これをゼロにしてやります。アディオス。